本日はですね、皆様のお悩みに久々に答えていきたいなと思うんですけども、あれ先生、先生犬になっちゃった。はい、マックリーヌ先生です、お願いします。おひさー Everybody、マックリーヌですよ。ぴょんぴょん、ブルガリアから本当に夜行便で来ました。夜行便なんですね。はい、マックリーヌさんですね、1年に1回定期的にやろうっていうことを話してたんですけど、なんと2年後だ。ねえ、ちょっと1年ちょっと空いてしまったんだけど、どういうことなのかしら。2年越しに封印が解けたということで、はい、オタクの悩みだったり、ちょっと恋愛の悩みだったり、お仕事の悩みだったりとか、ちょっといろんなジャンルをちょっと当ててきます。全部解決してやるから、お前たち。お願いします、じゃあ。はい、全部解決すっから。はい、お願いします。任しといて。あ、それ何なんですか、マクリーヌさん。ビールです。ビール、アサヒスーパードライ、ブルガリアのビール、ブルガリアの地ビールです。登場の時これ下げてるって言って。あ、そう、違う、もう一回行く。いや、ないない、もういい、もう一回、もう一回、もう一回やって。本日の先生、マックリーヌ先生です、お願いします。はい、みんなおひさー、元気なの。はい、開けて。はい、チュー。違うか。ウェルカモンヌ。私の前でキャピキャピ可愛い子ぶりたいのにできないです、という。ぶりたいのに。皆さん、あんたさ、推しにさ、あと何回やると思ってんの。リミットあるわけね。そんなこと言ってる暇ないよね。推しがもしかしたらもうね、どっか行っちゃうかもしれないし、確かに、ね、あなたがそれ他界するかもね、わかんないけど、だけどそんなこと言ってる暇はね、もう推しと一回その会う時がもう最後だと思って、今日推しと会ってる日が最後だと思って、もうキャピキャピしまくりな、もうやりなさい。そうしないとあなたは一生後悔する。あの時キャピキャピしてる、キャピキャピできるなんてね、結構わしの年でキャピキャピしてたので、ほんとね、もう捕まるレベルだよ、ほんとに。これで、わかる。これこれで、ちょっとコンビニ行こうかなと思ってるんだけど、ビールなくなっちゃったけど、まあそれいいんだけど、人生3万日、多分あと2万日ぐらいしか残ってるの。生命時間削ったあと1万日ぐらいしか残ってる。急に1万日。そして、ね、推しと会える回数の、あとほんとね、わかんないよ。だから、もうそこは絶対後悔し、キャッキャッピしたいならしなさいよ。できるんでしょ？ね、見て、ジーはこの時、これキャッキャッピっていうのか、なんていうの、ガサガサかもしれない。大変、裸けちゃった。ごめんなさい、ちょっと NG、 裸けるの NG。 体が熱い。熱いです。結構熱を持ってるので、ごめんなさい、ちょっとビビアン・ウェストウッドのストロー。ストロー、ビビアン・ウェストウッド、ビビアン・ウェストウッドの銀のストローで飲んで、なぜかっていうと、これこうやって飲むと、口紅、見て、口紅と、マックリーヌさん、推しの前でちゃんと自分出せてるんですか。本当に大好きな推しの前だと本当喋れなくなっちゃう感じで、ニャンちゃんと一緒に。だけど、まあそうでもない推しもそれ言うわけですよ。なこれそうでもない推しも、まあまあ言うわけで。はい、まあこんなかだったらあったかなみたいなのも言うわけですよ。こんなこと言っちゃなんですけどね。そんな時の推しにはなんかもうすごいベラベラベラ喋っちゃうけど、本当に好きな子には喋れない。だからね、最近少年ファンたち、少年ファンたちのカレヒョン君が超好き。最後のメンバー12人に残るかどうかも分からない。チケット2枚、昼公演と夜公演買っちゃって、だからもう完全評価落ちちゃったら困るから、マッコリーヌまたほら夜行便で来なくちゃいけないし、もうあれだから。じゃあ完全評さんの前ではもうこのゴリゴリ完全評、うん、ちょっと待って、完全評ちゃんはほんと最近一番ちょっと胸やつなの。じゃあ自分は隠しても、隠してしまうから。隠すってこと。でもこのマッコリーヌはほんとにもう完全、ウェルカモンヌ。私の悩みは身長が高いことです。やっぱ男性って身長が高い女性嫌いなんですかみたいなことなんですけど、これはどうですか。これね、3メートルなかったら大丈夫。既製品は大体入る。あと最近伸び縮み系が多いから、ゴムとかなんか分かんないけど、あとなんか科学の力の伸びるやつあるじゃん、はい、そうなんです、大体入ります。とにかく背がでかいイコールなんか蔑む必要は全くないと思う。逆にかっこいいと思う、わしなんか。わしがもしも女子に生まれ変わるとするならば、小さい子は小さい子で愛くるしくて可愛いと思うんだけど、わしはもうでっかくなってスタイリッシュでもパリコレとかデビューしたいと思う。ねえ、パリコレ目指しな、そんなでかいんだったら。いける、マックリーヌはいけるって、あなたを信じてる、押す。ウェルカモンヌ。転職の面接で面接官に罰かけられると言いたいこと言えなくなるの、なんとかしたいですという、いわゆる圧迫面接ですよ。知ってるんですね。知ってる、はい、それもね、ゲーム監督で楽しいと思う。と言いますと、そこまで掘り下げちゃうとマッコリーヌ分かんなくないけど、そのちなみにマッコリーヌさんはなんかこう緊張する局面とか、うん、生放送とかあったじゃないですか。あったね、マッコリーヌさんメインのやつ、ああいう時はこうどうやってほぐしてるんですか。一瞬
飲酒でなんとか乗り越えることはできます。転職した時もぜひ飲酒ということで、そう飲酒していいと思うよ普通に。でもそれで本当に自分が出せるんであれば、本当に自分が言いたいことを言えるのであれば、酒の力を借りて面白いと思う。ただ匂いちょっと気をつけて、シュシュってなんかこうやってベーしますだって今めっちゃ臭いもん。臭いやだちょっとねえ、臭いは傷つく臭いの字、臭いは傷つく、うん、ウェルカモング。うまく笑えず写真写りがいつも悪くて悩んでいます。うまく笑える方法はありますかという。え、そんなことある？加工があるからどうにでもなる。でもちょっとマックリンさんもあんま歯見せて笑ってないなって実はちょっと気づいてるんですけどスキッパはどうにも加工でならないんだよね。だけどさスキッパはどうにもなんだよ。わしスキッパそんなに気にしてなかったんだけど、この方がスキッパスキッパ、この前ねなんかねチョコクリームドーナツっていうのをカッてカッて食べてるね、ジーナスキッパがちょっとチョコクリームがフィヤーって出てきちゃって、ピヤーってなんかナイアガラの滝みたいに出てきちゃった時にニャンチャがすごい瞬きを忘れて、ジーヤ歯もあるだからナイアガラ並みにチョコレートクリーム出てるよみたいな感じになっちゃって、それから私はちょっと気にするようになりました。それで歯見せなくなっちゃったの笑って隠したんだ今スケンちゃん見せてましたでもね、年取るとだんだんね、歯茎がね、こう下がってくる、上がってくる、そうだから若いうちしか歯なんて見せて笑えないんだから笑った方がいいですよね。にゃんちゃんなんか歯可愛いし、綺麗だし、大きいしさ、すごいね、綺麗な感じだけど、なんかね、わしもね、この笑うとね、歯茎が見えるのが嫌なんだけど、もう気にせず笑ってます、うん、笑うのはいいと思う。あのヨガでもあるじゃん、なんか笑うとがん細胞が消えるみたいな感じで、でも本当はみんなさ、悲しいこととか苦しいこととか辛いこといっぱいあるけど、嘘でもいいから笑ってで、笑えないと思ったら、とにかくね、お笑いでもなんでもいいの、うん、面白い YouTube、うん、あ、うちらのマッコリーヌも面白いんで、それを見てマッコリーヌだよ、それはマッコリーヌを見てもらったら絶対笑えるから、笑えることによってなんかね、すごいね、あの何、なんか、なんていうの、こう、いい感じになるかわかんないけど、え、これは笑ってもらってるんですか、それも笑われてるんですか、これは、まあ、どっちでもいいよ、結果笑ってればいいと思う、ほんと視聴者さんがウェルカモング。先日とあるグループがカムバしたのですが、うん、女性ダンサーとの絡みが苦手で、はいはいはい、卒業しそうですと、うん、それはちょっとすっごいわかると思う。そう、だけどさ、結局さ、なんかさ、自分と比べたら嫉妬心ジェラシーなんだけど、そんなバックダンサーとね、あのアイドルグループたちがどうのこうのになっちゃうかもしれない時もあるのかもしんないけど、結局さ、そうなったとしたらそれまでなのよ。わかる、はいはい、で、足はまあちょっと女性ね、なんで女性にしたのって思うよね。でもしもマッコリンさんがダンスアイドルの、うんね、バックダンサーに呼ばれたとしてももう行かないってことですね。え、私は踊りまくります。はい、このままの一生で嫉妬しちゃうじゃないですか、ファンの方が。え、ファンの方は嫉妬さんの声って大丈夫そう。ウェルカモング。マッコリーヌさんの年金の使い道は何ですかと。これまだ年金の方は、年金の方はまだちょっと今あと5年ぐらいしたらもらえるんですけど、もちろん年金を払っているのでいただけ、お国の方からいただけるんですけど、お国の方からね、お国でそれで払ってますからどうしますか。結局やっぱ年金の使い道って推し活、まあ、最大の人のにゃんちゃんなんですけど、海外旅行であったりとか、行ったことのない海外旅行とか、うん、あとうちら今密かにあの住もうかしらだよね、そういう企画もありますので、タワマン埋め立て地埋め立て地なのよ。地震が来たらちょっとこう傾いちゃうかもしれないけど、その時はお互い支え合って、傾いた角度で支え合って頑張って自炊しながら米を研ぎながらちょっとずつ食べてね。そうそうそう、で今犬ね、プジが家族として迎えられてるんですけど、2匹目のあのお犬様をなんか迎え入れて、素敵。近くのまあ多分なっちゃうのかな、ドクラがあるからね、ドクラで埋め立て地の30分800円、ね、もう本当にびっくりしちゃうね、東京都ねのあれだとただの土だけどね、もうあんな狭苦しいところ、 日が当たってね、日陰がもう日向しかない、日陰もないところをね、たまになんか犬になんかマウントとか取られながらやってるところで800円で、800円でままならず結局1600円、夜もやりますね。そんな感じで年金をうまく上手に有意義に使っていきたいなとも、やっぱりにゃんちゃんが最大の推しなので、推しのために何かしたいなっていうのはもう常に思っていることでございます。はい、じゃあ一緒に埋め立て地で埋
埋め立て地だよ。地盤沈下ケアウェルカモンヌ。推しがいるから彼氏いらないとか言いながらカップルを見ると悲しくなってしまいますという、これはね絶対もう恋愛体質なの、これはもう絶対的に。だからもうね、推し活やめて男を探せ以上です。あ、もうやめた方がいいですか。やめた方がいいです。うん、もうそんなねカップルが気になってるっていう時点でオタク気質じゃないの。オタク気質な子はもうそんなカップルがいいか何がいようが関係ないの。あ、だけど確かにでしょ。だけどオタクは、あ、私は今一人で行っててもあ、今推しと一緒にジェットコースターに乗ってる気持ち悪い感じだけど、誰もいないのにね、隣にねクッサでこうやってうわ決めちゃって気持ち悪いけど、まあそういうのでいいと思う。だからもうオタクをもう突き通すんであれば彼氏どうのこうの言ってるばあちゃんの。おお、にゃちゃんどう。私はもうこのやきもきを楽しんでます。もうオタクはやめらんないので推しが5つ、うん、でもやっぱねムカつくわけですよ。あ、そういうのあんだよ。イライラしながらカップルチャンネルが流れてくると見ちゃうわけです。 TikTok とか結構見てるよ。なんか日韓カップルキーとか思ってるんだけど、それを受け入れてか、そういうの、あ、こうなってる自分面白いなみたいな感じで、なんかもう結局どっちにもキーってなるから。あ、でもね結局聞いて、カップルって結局ね、みんな聞いて別れるの絶対。ありがとうございます。本当にだから気にしなくていいよ。イチャコラしてるけどどうせ別れるんでしょっていう目で見てあげてください。さすが30人と付き合ってきた。はーい、覚えてるだけで30人です。ウェルカモンヌ。結婚願望がないのにどんどん周りが結婚していって、なぜか焦りを感じてしまいますと。結婚したくってできないなら焦っちゃうと思うんだけど、結婚したくなかったら焦る必要はないし、でも焦っちゃうんですよ、やっぱ周りがどんどんあれ取り残されてるみたいな。だけどさ、結婚イコールゴール、結婚イコール幸せとは自由は思ってないのね、全く。幸せかっつったら幸せかどうか、離婚しないだけで幸せかどうかも分からないんだよ。ってことは多分半分から半分以上はそんな幸せな結婚生活を送ってるとは思えないの。そうさ、当事者だけじゃなくて、お互いの親戚とかそのしがらみとかもあって、まあそれがうまくいってるとこもあったらすごい楽しいかもしれないけど、わしはそれがすっごいめんどくさいと思ってて、でも絶対じゃあもう結婚しないってもう誓ってるんだけども、まあ誰が言ってるのって話なんですけど、なんで焦ってる必要ない、他のことでお前は焦ろ。急に以上ごめんなさい。ウェルカモンヌ。社会人と大学生のお付き合いがうまくいくにはどうしたらいいですか、うん、という。これってやっぱねすごい難しいと思うの。やっぱり社会人でお金を稼いで、で大学生もバイトしてるかもしれないけど社会人よりお金稼げないから、そうすると金銭的な部分でのトラブルってやっぱ人もいろいろそういうカップルを何組かしてるんだけども、やっぱり多いと思う。で最初はいいんだけど、やっぱりそこがすごい負担になってきて、やだもう無理ってなっちゃってるカップルもすっごい多く聞くよ。それ嫌だってなっちゃった時はどうしたらいいんですか。もう別れるべきなのか、うん、こうしたら続くよみたいなのがある。私はね、嫌だって思っちゃった時点で本当にもう好きじゃないんだよ。やっぱりその子が好きだったらお金はやっぱ出してあげるんだろうと思うし、そこでちょっと嫌だな、ちょっともうめんどくせえなと思った時点でやっぱり愛はちょっと終わりかけてる気がするのね。そしたらもう別れてもいいと思う。そこまで無理して付き合う必要ないし、だからうまくいくかいかないは結局愛の大きさです。好きだった別れろって。別れろです。ウェルカモンヌ。所詮オタクとアイドルだし仕事だしキモいなって思われてたらどうしようって考えてばっかりですという質問してます。アイドルはやっぱりファン接するのが一つの重要な仕事だし、だからそれを分かっててオタクの子たちも会いに行くわけじゃない。どっかで半分仕事だなと思いながら、あ、これはちょっと営業なのかなと思う時もあるのかもしれないけど、やっぱファンサされたら嬉しいし、ファンサするべきだと思うし、だけど結局ね本当に賞味期限があるあとアイドルと何か会えるのよと思った時にそんなこと考えてる暇はないと思うんですよ。自分がもうガンガングイグイ行くべきだと思うよ。何ちょっと思うそんなや。でももう普通にこれは言うけどお互いキモいと思ってる人もいるし、うん、いるよね。なんだろう、気づいたら親が応募しててアイドルになってたことが食べてアイドルがすごくやりたくてやってるわけじゃない子もいっぱいいるから、それキモいと思う人もいると思う。だけどじゃあお前誰のお金で飯食ってると思ってんだっちゃうちらやから。そう、それはなんかファンだからなんかちょっとバカにしてるかもしれないけど、スポンサーに対してそんな態度を取るアイドルは一切ないし、そうだそうだ、うん、自分がどこのお金でご飯を食べてるのかはちゃんと分かった方がいいんじゃないかっていうのを頭の中で念じてます、いつも。そうだよね、わかる。そういう風に思ってる我々がいるっていうことをちょっと味方とか私一人じゃないなっていう風に思ってほしい、うん、そうだね、うん、そんなふざけんなと思ってる人はいっぱいいるから。そう、
同じように思ってる子いっぱいいるけど、でも本当にね、もったいないからそんなこと考えてる暇ないよ。やりたいことをやる、言いたいことを言う、行動したいことをするべき、絶対本当に。絶対みんな死んじゃうわけじゃん。その時にね、あの時ああすればよかったなって思うことが絶対あると思う。でもそれをどんだけ少なくするかが成功する人生、幸せだった人生って言えるべき人生だったと、マッコリには思います。ウェルカモン。スキピが仲いい友達と被りました。でもその友達に同じ子が好きだって言えません。ああ、なんかこれじゃマッコリの被りましたけど全部奪い取りました。どうやってもぎ取りました。どうやってあのね、グー、もう原骨でグーパンチとかしました。もう私が好きだからあんたはもう引きなさない、あんたの好きよりも私の好きなんか絶対勝ってる、じゃあ何って言われて、あれもこう回らないなって言った時、なんか向こうがはぁってなったから、分かった、明日からあんた態度変えなさいって、目も合わせんじゃないよみたいな、そんな感じでブイブイはしてました。奪ったことあるんですか？あります、何回も。でも奪われたこともあります。そう、だから奪われた時のあの悲しさがあるから、あの辛さを感じるんだったら、もう自分からもお前はふざけんじゃねえよっつう感じでグイグイ行くっていう風にあのマッコリーヌ決めました。マッコリーヌを取り合った人たちもいるんですか？マッコリーヌはこう見えてほんと超モテたの。もう何人かも言ったよ、マッコリーヌの知らないところでなんかもう、何うちわもめっていう、何喧嘩とかとかあったりとかして、後から聞いたことなんだけど、マッコリーヌほんとモテてたから、ごめんなさい。一国の女王じゃん。もうほんとだよ、マジでほんとすごかったんだから。でマッコリーヌがあのなんか居酒屋どっかわかんないけど居酒屋とか行くじゃん。そうするとポケベルとかでマッコリーヌがどこのこの店にいるって言うと、行列ができて、入れなかったんだから。嘘はやめてください。本当なの。本当なの。ということで、はい、締めていただいて。あの、人って絶対悩む生物だし、そんなの当たり前だよ。ジュアだって悩むことだし、ニャンちゃんも悩むことあると思うけど、だけど悩んでる時間って本当にもったいないし、とにかく、その同じ一つのことをマイナスに考えるか、プラスに考えるかで全然変わる。プラスに考える人の方が人生が楽しくハッピーで絶対いけるから、とにかくプラス思考、もう 1% しかないそこのプラスのところであっても、その 1% をもう 10% 20% 30% 40% 100% にしてほしい。いろいろあるわけよ、こう見えても60年も61歳今度ね。だけどね、なんとかなるから、そして楽しくなるから、悲しみを笑いに変える。ね、特技なんですか？悲しみを笑いに変えることで就職全部受かりますから、そうしたら本当にそういう人になってほしい。そして本当に後悔しない人生、悔い改めることはある、でもそれでいいんだよ、進歩していけばいいんだから。だからくよくよ悩まないで、ちょっとつもうし、行くしかない、行くしかないの。人生3万日、ね、寝てる時間を考えたら2万日、じいや、あと7000日ぐらいしかない、わかる？でもそれを全力で本当に楽しく、いい？行くしかないよ、あんたたち。わかった？マッコリーヌはブルガリアにこれから早朝便で帰りますけど、あんたたちはマッコリーヌのこの言葉、肝に銘じて、行きなさい！以上です。あんたたちこんなにマッコリーヌいいこと言ったんだから、高評価しなさい。体張ってるし。わかった、体張ってる。それメイク落とすのも大変よ、わかった？よろしくよ、楽しく。それでは皆さん、お人お幸せに。あんたたち本当に高評価だけを間違っても忘れないです、しなさいよ、分かった？高評価ね。よろしくお願いします。ウェルカモン。何が OK なの？